はい、今のさ、今の距離、飛行機に四方が当たってたと思うかね。全く思わない。わ、敵復活してるし。ドラム缶だけを狙える。独高度身は上がっない。た。飛行場に向かおう。なあ、メディアルダまで陸路で行くのか？いや、一機ぐらいなら敵ガン無視燃し料がて、入ってる飛行機とりあえならずある。滑走路へ行こう。名案だやばいやばいやばい。攻撃されないし、バイヤーに気取られることもない。あ、最近飛行審査を受こっかけらたいけやるつ。ぞ、これ。お、よしよし。敵無視。やばいやばい、あぶねえ。なんかいるし、あれは倒そセーフセーフ。あいつは終わりだ。今度はもうドラム缶狙うなよ。いやもうこっちの方から行ったらいいけど、なんかある。サムじゃん、これ。危な。あ、サムだ。これ破壊しといた方がいいんじゃない？ちょっと絶対した方がいいよ。邪魔。ドローン飛行中。ああ。何も見えない。ドローンもうがちょっ邪魔とに見つされかてる、る。見つかる。待って。あのね、グループを発見。あれあはいつ倒攻せ撃る。システムだ。EMP もまた動いちゃってるわ。いや、これ四方張って移動するわ。おお。爆破準備完了。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。敵グループが見える。あ、ドローンが使えない。ドローンがおかしい。ジャミングを受けてる。もうこれ乗っていけそうじゃね？でもあのね、さっき四方で倒そうとした敵のところ機銃あるからね。フラグ。いや、もう爆発物を投げるのをやめよう。なあ。どっか階段があるでしょ。あったあった。あ、ターゲット排除。あ、倒した。ちょっと弾回収。で、サムを破壊して、はい。ドン。よし、これで。任せろ。メディアルナの旅。なんで黙々してんの？あ、そういうもんか。はい。8キロ。おーっと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 。敵に急に湧いてる。8キロっロッつっクしないたら。で。ああ。8キロもあったっけか。メディアルナ。の、メディアルナの中でも奥の方か。そうだね。じゃあきっとこの難易度がついてない地方はなんか隣接するユニだと 隣接する地のクエストで 関係が あるのではないかと。神回避 まだロックしてくんの？あぶねえな。くそ おお。危ない。わら。おいおいおい。うふ。いや、ここやばいだろ。ここやだな。滑走路どこ？あ、90度。90度逆。ちょっと旋回しよう。ああ、おユニだっい、てバる。イヤーそこにいるのかよ。マジで、ちょっと俺降りてやってくる。いや、降りるんかい？ あ、バイヤー移動し始めたね。俺じゃあ空から見てるわ。まあ、一人だけ単独で逃げるっちゅうなら、楽だし。腰ダメ。殺せと。
車を壊すよりも殺す方が得意らしい、ね、さっきもそうだけど。わらわら。いや、ちょっと腰だめの拡散範囲が広がってる。頭にバスって。早くもう、ああ、でもいいところに湧いた。早くもう、牢屋、牢屋に入った方がいいんじゃねえ。ドローン展開。敵グループ、はい、思いっきし開けてる。注意しろ。ターゲットを殺すなよ。敵グループが見える。まあ、これ、大丈夫、大丈夫。どこやってもバレるけど、これ。大丈夫、大丈夫。え、オッケー。あ、捕まえた。目的のやつだ。静かに、いいから歩け。危ない。落ち着け。行くぞ。おかなし。暴力はやめてくれ。私はただのビジネスマンだ。ボストンリードはどこにいる？全部仲介人を通すから、居場所は知らないんだ。注文すると届けてくれる。何の注文だ？人だよ、人。男とか女とか。買われた人たちはどうなる？女は性処理を、男は労働力だ。臓器だけって場合もある。若い腎臓とか高く売れるからな。支払いはいつも現金か？大抵はな、スーツケースで。大抵？前回は急な注文で現金が足りなかった。だから残りはリードの口座に送金することになった。やつは切れてたけど、そうするしかなかった。銀行名と口座番号を教えろ。ああ、わかった。でもこれで終わりなんだよな。見逃してくれるんだよな。パズルのピースが繋がってきたな。モーマンに銀行口座の情報を送る。リードが標的にしている村のリストと照合すれば手がかりが。どうすんだよ、もう情報聞いたのにその人連れた。ゆうさって。ヒカルさん、こんばんは。重た。危ない。ちょっとゲームが重たい。なんか今一瞬ゲームすごい重たくなんなかった。めっちゃ重かった。さて、じゃあね。ボストンリードに戻ろう。ネブグルはネブグルだぞ。で、出した。こちらボーマン、コアニでの情報からリードに関する手がかりが見つかったわ。教えてくれ。リードが使っている銀行の防犯カメラ映像とあなたが言ってた村の人身売買の容疑者を照らし合わせて、そうしたら二人に見つかったわ。カルロスとヘルナンドのゲレード兄弟よ。またの名は埋葬屋。埋葬屋。埋葬屋は我々です。寝てる人をそのまま連れ去るの。今来たけど、もうじき終わりかな。まさに化け物ね。リードと仕事をしてるのか。あなたから聞いた銀行口座から資金を引き出してる。そいつらにはどこで会える？携帯から位置を特定する。座標を送るわ。この地方大丈夫だよね。あ、落ち着き。おー、あれ、あまり嬉しそうじゃないか。カルロスがこいつはもう大丈夫じゃん。リードの情報を持ってるのは間違いなくヘルナンドの方。カルロスを見つけるぞ。ヘルナンドのところに。ああ、気をつけて。カルロスに飛行機。アイアマンで。なんとかしてヘルナンドに警告しようとするはず。そしたら二度と捕まえられない。わかった。気づかれないように注意する。オッケーやったぜ。もういいよお前は。さて戻るぞ。元のコアニに。で、コーニの右の上の方にデルタ地点できてるからデルタ地点行こう。コーニ右上。あー。まず、MK 回収しちゃおう。オートバイに乗る。あー、転んだ。今のつまずくか。なんか後ろからカルテル車両来てるよ。ユニだって言ってんだけど。はーい、一緒にレースしない？あ、乗ってるの一人だけ。おお、待ったお前。おいお前、民間人盾にすんじゃねえバカ野郎。これみんなユニだと。ちょっと待って、破撃砲。精進射撃を要請する。死んでんのかい。ちょっと民間人盾にされてる。
あれ、何だっけ。ちょっと今ね、一瞬ね、ドローンの画面から戻れなくなった。おう、私たちはあなたたちと戦うために来たわけではないんだけど。フラグだ。え、硬いなお前。よし、資料。あ、なんか武器取り替えちゃった。トランクじゃねえ。資料ゲット。あれ、なんか武器取り替えちゃったな。なんだこれ。見ろ、武器ケースだ。敵の武器拾ったの。ちょっと武器の整理。いいな、スナイパーライフル。スナイパーライフルね。そろそろ新しい武器使おうかな。 MP7 も結構使ったし。このスナイパー超威力良い。あー、スナイパー&スナイパーっていう手持ちでもまあ何がしたいん。え、でも MK っていうのはさ、これ多分セミオートじゃないの。レンスナ、レンスナだよね。連射できそう。ちょっとじゃあスナイパー&スナイパーでいこうかな。こう、じゃあ私も見てみたいわら。え、待ち爆破、待ち爆破をしてほしいって。そんなに待ち爆破をしてほしいって。え、これフロート射撃できんの。おお、どこだっけ、その待ち爆ができるとこっていうのは。おお、フロートやべえ。おお、あ、あったあったあった。Don't press me のボタンの場所っていうのがあるな。 Don't press me。 それがまあいろんな地方にあるらしいんだけど、コアニのね、円弧の場所にもあるらしいんだけど、ちょっとね、ロケーションがちゃんと示されてるわけではないから、ちょっと探しにくいね。うん、まだパーツケースも回収しきってないけど、ちょっとじゃあ脱線して、ちょっと花火という名の待ち爆破やってみるか。うん、場所的に言うとこの辺。どこだ、あのビーチで。結構遠いな。というわけでアルファに、アルファにファストトラベル。また遠くのアルファに来ちゃったけど、これが MK、 ああレッドドットと切り替え可能。これなら近距離遠距離両方いけるでしょう。しっかり捕まってろ。円弧だからさ、すごい探しにくいと思うけど、とりあえず今つけたアイコンのあたりにボタンがあるそうだから、へえ、ボタン、そのボタンを押すとドーンと行くらしい。ほう、あれだけどどっち方角が爆発するんだろう。しかしゴーストリコンはもうすっかりやらなくなってしまった。ゴーストリボンにすっかりやらなくなってしまった。我々はまだ全部制覇するまで。うん、うん、この辺らしいが。マジでこんな殺風景なとこに。もうちょっと先だね。あ、なんかある。ん、あ、お、あった。これでしょ、これのこと言ってるんだな。ほら、なんかあるもん。なんてか、ほら、don't press me って書いてあるもん。ドンプレス押さないで。押しちゃう。でもさ、なんかちょっと霧がすごくてどこが爆発するのかいまいちわかんないけど、プッシュ。あっ、お前相当頭いいな。ダサいのはお前だよ。うわほう、もうもうせね、もうせね、ボンボンボン。あれ、列車墓場の方爆発したの。なのかな。いや、かな。
列車墓場の方が爆発したのか。これ大丈夫、大丈夫だよね。これネタ要素なんだよね。これネタ要素じゃなかったらなんかエンディングに影響しちゃうよ。残念でしたとかじゃないよね。満足。よしよし、太一さんこんばんは。そういうことですか。よし、この辺にして。やったぜ。これゲレーロ兄弟を見つけてボストンリードについて知っていることを全て話させて。とにかくリード君、仲介人を挟むのが大好きらしいから、もうその辺片っ端から探ってと捕まえよう。なんかある敵か。いやありがとうございます。多分今の一般人殺しちゃったんじゃないか。いや、民間人が死亡したってテロップが出てないから。ああ、じゃあもう死んでたかもしんない。ああ。そのうちあの武器回収しに行かないといけないな、ユニダットのあの基地。カルテルももうちょっとあんぐらいいい基地持ってばいいのに。しかも我々はアタリアじゃない。ゴーストリコンだ。MK は、おドローン準備完了。いかがなものかな。見つからずにだよ。見つからずに。OK。反乱軍にエリアのカルロスを見つけた。あいつか。いた。あれならうちの娘も余裕で来そうだな。尾行だ。尾行だ。たち悪すぎて草も生えない。車戻ろう。車。尾行なの。あ、車ボロいな。ピックアップ。ハクダダリに乗り物を頼んだ。こっち尾行なら遠い楽ちん。ソルトホテルだって。うーん、塩の塊だけで作られたホテル。ボロいなってわら、つけるからですやん、わら。あ、待て待て、お前またドローンで追ってるな。空撮じゃないんだから。最近なんかドローンもバレることがなんかあったりなかったりだから気をつけてね。おう、良い長取れてそう。いや絶対怪しむでしょ。いや そうやってまたそんなこと言ってたらさ、罰が当たるんだ。いやいや、もっと曲がる。この先カルテルがいるんだけど。2人目のターゲットだ。おお、敵。3人目のターゲットで。ちょっとそこを入れっていうのはちょっと。あ、止まったね。あれがヘルナンドか。多分な。あんな奴らが埋葬や、うん、住民はあんなのを恐れてるのか。次もう自分だね。ヘルナンドを捕まえてリードの居場所を吐かせる。カルロスはどうでもいい。もはや障害でしかない。欲しいのはヘルナンドだ。コピー。埋葬やってのは我々のことです。電源ないどっか。ここもなさそう。ヘリが飛んでるんだけど、あれ武士ヘリか。反乱軍の偵察ポイント便利。うん、偵察ね、これ今スキルマックスにしたんだけど超便利。あんまり敵が密集してるところの敵を倒すなよ。2人いる。うん、 MK をまだ試し撃ちしてなかったから。
そんなもんか。トッシュがこの2人じゃん。うん。ほうほうほう。死体を発見された。いや今のは2人倒して一瞬発見されたっていうあれか。ああ、あ、いたいたいた。お休み中か。あの地元住民の近くだ。待った待った待った、お前の目はどうなってる。敵の目マジでさ、投射してくんの マジで やめてほしい。 MK 強い。お、元はスナイパーだし。あ、上2人スナイパー、あ、うん、2人、うん、あとは下にいた高台に重装が3人か。あ、重装2人とスナイパー1人。おお、おったぶね。あ、あの重装やれるかも。立ち止まってくんないかな。上の方やっちゃうか。よし、ターゲットを排除。ん、お、おう、引いて引いて、バレそうなら引いて。俺後ろから倒すから大丈夫。これ尋問すると一人で中に残ってる。あ、誰か逃げ始めた。静かにやるか。やめてくれ、降参する。待って、まだ敵がいるからこっち俺やるわ。うん、いてててて。おお、あ、やべえ、後ろからも来てる。ちょっと待って、こんな時のためにね、こういう、お、こういう、まあ、まさか、どうだ、まさか、あー、なるほど。うわ、待って待って待って、でもさ、ちょっとでもさ。そっか、お前のドローンには回復がついてたのか。そう、 OK。 おう、ちょっと残りも倒しとくか。降参するって言ってるじゃん。え、何ですか今の。今のはね、あのドローンには4種類の特別な能力をつけることができて、俺の場合は EMP だけど、あと他に爆弾と、あと回復っていう蘇生ができる今のチート技と、相変わらずビグボイさん出せると胴体打ちでかい。あともう一つ、もう一つだ。何してんの。ちょっと面白いこれ。俺焦ると胴体打ちしてしまう癖がね。なんだ、誰だお前。リードはどこだ。誰だ、何の話かわかんねえ。なあヘルナンド、何突然落ち着いてんだ。リードの居場所を開かないなら人身売買の情報を流す。リードの居場所なんて知るか。奴は荷物を届けるときと緊急事態でもない限り出てこない。今は緊急事態じゃないのか。どうなんだ。特殊な効果、それを飛行中のノートパソコンに入力する。合図を確認したらリードが出てくるってはずだ。コードと飛行場の場所を教えろ。ボーマン、はい、ゲレーロ兄弟を捕まえた。手こずった。おう、どうだと思う。何かわかった。近くの飛行場にリードを呼ぶコードを手に入れた。奴が来るのを待ち伏せする。素晴らしいわね。頼んだわよ。スキルポイントを回収しておきたい。あ、上。上上。はい、あ、5ポイント。おいしい。爆破耐性つけて。ドローンで助けてもらえたってことなんですね、わら。便利。見てたら久々にやりたくなってきたから、今度時間見つけてやろう。やろうやろう。そうそう、ドローンでね、助けてもらえるっていう、どういう仕組みか。
本当やな。よし、で